伊集院こいつ半分詐欺師やろ。今まで様々な企画力で視聴者へ爆笑を届けてきた、水曜日のダウンタウン。今回はある芸能人の対応力がネットニュースでも話題となった。昭和は無茶苦茶だった系の映像、全部嘘でも Z 世代は気づかない説について、当時の2チャンネルの反応をご紹介いたします。放送日は2023年6月21日。サバンナの高橋さんがプレゼンターの元放映。説の内容としては、今では考えられない慣例が多々あった時代、昭和、そんな昭和エピソードに嘘ましましの脚色をしても、Z 世代の若者であれば気づかず受け入れてしまうのではないかを検証する、悪意のある本企画。さらに、スタッフの悪ふざけが行き過ぎた嘘エピソードに合わせて、プレゼンターは即興で嘘を並べなければならず、高速違反でドーベルマンに追いかけられる。不良は干し柿のように校舎から宙吊りにされる。そんな無茶苦茶な嘘に、説得力のあるトークで必死に場をつなぐものの、詐欺師のセンスがあると評価を落とすもの。三者三様の個性あふれる嘘エピソードに思わず納得してしまいそうになるも、あまりにもめちゃくちゃなエピソードに爆笑必死の傑作回となっております。それでは早速当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。昭和は教室の中で教師がタバコ吸ってたんだぜ。引田天功のマジック特番が定期的にやってたな。昭和はめちゃくちゃだから、下手したら昭和世代でもこんなのやってたんだって騙されそうだが。昭和のテレビで24時間キスするやつめちゃくちゃ好き。昭和はマジで狂ってるのあったからな。俺も戦国時代映像見せられても信じちゃうわ。昭和じゃないけどインターネットがなかったという時代が信じられない。どうやって経済が回っていたんだ。Z 世代ってなんなんというかむしろドラゴンボール Z リア対してた俺らこそ Z 世代。白人のおっぱいを揉むっていう企画ならニコ動で見たことあるぞ神岡龍太郎だったかな。俺だけかもしれん昭和小学校あるある、音楽の教科書から君が代ページは切り取って回収、道徳の授業は全て部落と差別、自衛隊が憲法違反であると教え違反でないと思う人は拒否させ拒否した者は放課後居残り。今回、昭和代表として偽番組に参加し Z 世代を騙してもらうのは、伊集院光さん55歳、中尾明さん80歳、藤原フジモンさん52歳、剣道小林さん50歳の4名。なお伊集院さん、フジモンさん、ケンコバさんの3名はコーナーのプレゼンターとして、中尾さんはその3人より1世代前の、よりハードだった昭和を語る立ち位置で収録に参加。何も知らずに千原ジュニアさんが待ち構える部屋に呼び出された4名、ジュニアさんがウェンズデイです、とドッキリとバラスト全員、うわ、と状況を理解する中、水曜日慣れしていない中尾さんだけはピンと来ていない様子。今回 Z 世代を騙す側だが、なぜか事前に騙すネタも知ることができないと意地の悪いルールに、新度目の企画と気づきがっくりと肩を落とす4名。さらに昭和チームには、このネタ知らないと逃げることだけは NG、昭和を大きく使ってどんどん攻めの姿勢を見せることとジュニアさんより伝えられると、そんな言葉ないからね、と強めに突っ込む伊集院さんにスタジオは大爆笑。昭和チームの掛け合いが面白く、早速本説が面白くなるのではとすれないも書き込みが増していきます。中尾明久しぶりに見たわ。中尾ももう80か。ねじねじ、ダウンタウンだから出てるんだろうね。ねじねじ、すごいメンツ。理解できてない。固まった。ねじねじはウェンズデイバージンか。そら中尾さんはわからんやろ。ウェンズデイでアントニーって滑ってたな。ジュニアさん煽るな。昭和を大きく使う。プレゼンターの負担エグすぎ。結構きつい。昭和無茶苦茶を語れるのは中尾くらいじゃないの。そんな史上初の、大きく昭和を使う作戦を携え、この豪華な出演者陣にはそぐわないものすごい安っぽいセットにて、令和に語りたい昭和のレトロ話、と題した偽番組収録がスタート。ターゲットの Z 世代代表は松本ゆうきさん19歳、山内すずさん21歳、木村いぶきさん19歳、ゆえちゃみさん18歳の4名。嘘昭和エピソードを披露するトップバッターは伊集院さん。何も聞かされぬまま進む進行に不安が隠せませんが、Z 世代だけでなく昭和世代も初見の嘘 VTR がスタートします。まず最初のエピソードは我々の生活に身近な通勤から。現在通勤ラッシュ時の電車乗車率は東京で平均 108% となっていますが、昭和の頃はその日ではなくホームは人で溢れ返り駅に入ることすら困難という状況。駅員総出で乗客を電車に押し込むも、一度で乗り切れなかったという振りのナレーションが流れます。セットひでえ。逆に昭和感出ててえわ。ノーベル賞みたいなセットやな。クイズダービーに似たセットだな。BS の演歌番組みたいや。このメンバー揃えてるのに安いセットで草。それっぽい映像。このナレーションもずるい。これはマジちゃうの。
昭和にあった事実そもそもとんでもない説。伊集院だって知らない時代。武蔵小杉状態やな。昭和は300くらいあったんやろ。嘘と本当を混ぜてるのか。どっかの国ではあり得ることだな。今も変わんねえだろ。まず最初のとんでも昭和嘘エピソード生活編。電車の乗車率は最大 700%。 偽 VTR にはなんと電車内に収まりきらず乗客が屋根の上に乗り通勤する、どこかの途上国のような白黒映像が流れ、スタジオは大爆笑。 Z 世代からもこれ日本の映像ですかと声が上がります。当時の国鉄職員のインタビューでは、運転手も乗客が屋根の上に乗っていることを把握しているため、カーブでは速度を緩めているという驚きの鉄道事情が流れます。これには Z 世代代表の山内すずさんも、見たことない映像すぎてドッキリじゃないかって思ってる、と少し引き気味なリアクション。そんな山内さんへ、その引き方にちょっと引くわ、と伊集院さんがツッコミを入れ、ジェネレーションギャップによるものと印象付けを行っていきます。インドヤンケ。700。これマジ？あったあった。くっそ。ひどい合成。アイコラやろ。昭和の民度ゼロ。中尾明、半分笑うてるやん。さすがに無理が。そこらみたい。田園都市線の日常。マイクが最新のもので草。めちゃくちゃ現代人で草。TBS のロゴ懐かしいわ。明らかに加工のインタビューで草。本物に見えるわ。もうドッキリだと言われてるじゃん。バレたやんこいつ、番組潰す気か。派手に行きすぎや。すずちゃん鋭いな。もう少しマイルドにやれよ。ゆいちゃみさんも、日本では見たことないと疑いますが、ああしないと輸送できない、体力に自信のある人が屋根に乗って子供や女性は電車の中へ優先させていた、と伊集院さんがそれっぽい補足で華麗にフォロー。さらに、落ちる人もやっぱりいてるのよと藤門さん、飛び降りてタダで乗ってた人もいたとケンコバさんもワイルドなキセルエピソードも入れますが、スタジオで改めて自分の V を見たケンコバさんは、嘘ついてる顔してるな、と少し恥ずかしそうにコメントし、スタジオは大爆笑となっておりました。続いてジュニアさんが中尾さんに振ると、自分の頃は駅員が押すだけじゃダメで、稽古の一環で日大の相撲取りが裸で乗客を押し込んでいたと無理のあるエピソードを始めます。わかる？言ってる意味が、と圧で押し切る中尾さんですが、意味はわかるんですけど腑に落ちないですね、と大御所にも冷静にごもっともなコメントで返す山内さん。このままではまずいとここでも伊集院さんが、当時は押し屋と呼ばれるバイトがあり、稽古にもなるし時給もいいため、体育会系の部員はこぞって募集するとそれっぽい嘘で完璧にフォローを入れます。ケンコバさんの、意外と柔道部は引く方が強いからあまり役に立たない、と少し余計なフォローが入りますが、伊集院さんのフォローでなんとか危機を回避します。伊集院やっぱうまいな。55歳って昭和40年生まれくらいだろ。物心つく頃にはこういう時代は過ぎてるわけだし。伊集院が言うとなんか説得力あるな。よう頭が回るな。ラジオの伊集院ですわ。ネジネジそれはやりすぎ。盛るねえ。それはないわ。一番攻めたエピソードで草。もう暴走してて草。腑に落ちない。鈴めっちゃ疑ってるやん。山の内鈴賢いなやっぱ。鈴が強敵だな。アキラも鈴もええぞ。新奥山の内。伊集院無双。伊集院が有能すぎて。伊集院ありきだろこれ。助け合いの精神がすごい。こういう時の平場強い芸人はタフだな。全員で嘘つくのおもろいな。そんなインド式乗車部位もほどほどに、その他の昭和とんでも話としてモニターに映し出されたのは、その年の干支は食べることが禁止されていた、東京オリンピックまでは先頭は男女混浴だった、長男の名前は太郎か一郎しか付けられなかった、関取になるとあらゆるサービスが無料で受けられた、などの給仕が50音全てにあった、とありえそうなものからふざけたエピソードにすれないは大爆笑、さらにレスが加速していきます。この5つのテーマももちろん昭和世代も初見、これらを元に即興で嘘を披露しなければいけません。これは脳がきつい、燃える。一つぐらいありそうやな。戦闘混浴とか江戸か。ひらがなは無理すぎるやろ。名前は無理やろ。牛の時大変や。鶏のが大変や。牛乳はオッケー。辰年は代わりにうなぎが禁止だった。辰年はドラゴンズをボコるの禁止。逆に猿食べる時あるんですか。ネズミとかよくあんだろ。浜田は江戸全部殺したことあるからね。宗教かな。そういやトラ食ったことないわマジやな。ということで伊集院さんが最初に選んだエピソードは、その年の干支は食べることが禁止されていた。ジュニアさんがこれは聞いたことあるでしょ？と聞くと、知らない、と口を揃えて答える Z 世代の面々。牛も？と驚く Z 世代に中尾さんが、豚はいいんだよとコメント。とんかつの文化が広まったのは干支に豚がなかったからという説もある。と伊集院さんがうまく拾いそれっぽくコメントで続けます。
そんな嘘エピソードがうまく繰り広げられている中、辰年の時に竜田揚げ食べたらダメ、チキン竜田、とケンコバさんが余計な嘘エピソードを投下。これにはうちらのこと面白がってません。と Z 世代の疑惑を深くしてしまい、スタジオの松本さんからもちょいちょいおかしいぞとツッコミが。浜田さんもケンコバさんの焦った表情に高笑いを決めておりました。最終的には 100% ビーフのお店が入ってきた時に外国の圧力でうやむやになりなくなった、と伊集院さんがもっともらしい解説を添えてごまかし難を逃れました。伊集院の納得させる嘘やばいな。よう真顔で言えるな。よう頭回るわ。伊集院再評価企画すぎるやろ。伊集院こいつ半分詐欺師やろ。チキン竜田。ケンコバ。鳥じゃねえかよ。めちゃくちゃすぎて草。コバそれはいらんやろ。また余計なエピソードを。新風教かよ。チキン竜田は2年食えにゃん。ケンコバ悪ノリや。ピンクがもうコバカにしてる表情やねん。適当言うな。外国の圧力とかうめえな。元落語家だけあって言いくるめるのうまいな。仲間が背後から撃ってくる。今のところ伊集院が全員のフォローしてる。池上明司会でいけるな。続いての話題は、などの旧字が50音すべてにあった。番組で作った本当は存在しない旧字ひらがな50音表がモニターに映し出され、パネラー陣よりヤバい、これはひどいとコメントが上がる中、フジモンさんは、うわ懐かしいとコメント。さらに中尾さんは、この旧字ひらがなを参考に李氏朝鮮時代、世順がハングル文字を作ったと語り出し、えらいぶち込んできたなとスタジオは大爆笑。さらに、名の旧字がない気案、というちゃみさんが突っ込み、伊集院さんが見えるね、とうまく乗っかるも、これはみんな言うてたな、とフジモンさんが不用意なコメントを入れると、言うてたんですか?と山内さんにしっかりロックされてしまい、ない気やない気言うてね、と大したコメントができず現場はだんだんと変な空気に包まれます。しかし、努力の道、女の股の力だと覚えたのと一緒、とこれまた伊集院さんのファインプレイでセーフ。めちゃめちゃ大喜利やんけ。聞こうよ、行こう。これ難易度高いぞ、多分。これは信じそうつかマジでありそう。ひでえ。めちゃくちゃでくさ。謎文字。ゆ、が湯気?ナイキあるやん。いやでもひらがなって種類あるからな。これはバレるやつ。中尾明やりすぎやろ。ものすごい嘘だな。アクセル踏みすぎ。機嫌主張しててくさ。怒られるぞ。中尾ちょいちょい間違えるな。とはまあ本当にあるある。伊集院いなかったら終わってた企画だったろ。これまた切り抜かれて林修みたいになりそう。みんなで伊集院の足引っ張ってんじゃん。伊集院以外もう黙れ。さらに東京オリンピックまでは戦闘は男女混浴だったについてピックアップすると、ええ時代やったなぁとオリンピック後に生まれたフジモンさんがコメントし、スタジオは大爆笑。続けてジュニアさんより、普通に夏場おっぱい丸出しのおばあちゃんが掃除とかしていたと本当にあった昭和話を入れますが、これこそ令和では考えられない話でもあり、どういう状況?と Z 世代から怪しまれてしまう始末。しかし山内さんにここまでのエピソードについて感想を聞くと、ほんまにこんな世代があったんだなと、多少疑ってはいるものの、純粋に知らない世界を理解しようとはしている様子でした。男女平等だもんな。あの頃こそジェンダーフリーだもんな。田舎やとありえそう。ある種混浴ではあったが、明治の初期くらいまで混浴だった。裸ババアはマジでいた。ガチでいたよな、わらわら。え、リアルなの、おえー。天ヶ崎の日常。漫画太郎的な。電車の中で赤ちゃんに母乳与えるママさんはいたって聞いたけど。むっちゃ疑ってる。これは本当なのに。不安そうな顔してる。鈴警察の疑い深いこと。鈴ちゃんの副裁判官みたい。続いての嘘エピソード、学校編を担当するのはケンコバさん。例によって初見の VTR がスタートします。とんでも昭和エピソード学校編、中学高校の給食でお酒の練習日があった。昭和の時代は中学高校の給食で半年に一度お酒の練習をする日があり、若い頃からお酒に体を慣れさせることで、アルコール耐性がつくと考えられており、そして中学卒業後すぐに就職する人の割合も 57.3% と今より多かったことから、給食で年に2回慣らしのお酒が出されていたという。お酒の種類も中1ではビール、中3では日本酒と学年が上がるごとにアルコールもアップ、高3になるとウイスキーがロックで出る学校もあった、とぶっ飛んだエピソードを続けます。ツッコミ満載のエピソードでもあり、スタジオは大爆笑となるものの、意外となくはないかもとネタ設定を松本さんは評価しておりました。いやいやいや、いかんでしょ。浜田の学校がやばいよな。あったあった。むちゃくちゃやん。終わりだよもうこの国。ナレーションが笑ってはいけないやん。生徒の顔が昭和じゃないな。昭和の法律がバガバやろ。セーラー服でビールってなんかエロいな。
コミュニケーションできないやつは出世できないからな。あったなぁ、タバコの練習日も。セマルクスの練習日もあったよね。だから子供が多い。まあ元日はお年をいただきますし。明日のヤフーニュースに載りそう。そんなとんでも VTR に聞いたことない、と不信がる Z 世代へ、今は絶対ダメだが、学校の下で飲酒することで自分が酒に強いかどうかがわかる目安にもなった。今と違ってすぐ社会に出るため、わけもわからず飲んで倒れるよりかは良い勉強だったのかもしれない、としっかり Z 世代を納得させますが、何を思ったか、子供に偉くなってほしい家庭の子では、一升瓶を持った小学生もいた、とケンコバさんが補足すると、ジュニアさんはたまらずうつむいて笑いをこらえる始末。さらに小学校にはマスを持参していた、とフジモンさんも不審さをプラスするポンコツさに、図工で作った時なかった？と伊集院さんがすかさずフォロー。この伊集院さんの有能っぷりにスタジオの松本さんも、全部救ってくれてるやんとツッコミ大爆笑。普通なら聞いたことがあるエピソードも多少は出てくるはずですが、アーカイブ番組とは思えない新ネタのオンパレードに、信じられない、考えられへんとつぶやき戸惑う Z 世代の面々。伊集院有能すぎやろ。伊集院の仕事量多すぎる。ほんとそれっぽいこと言うのうまいな。伊集院とかいう軌道修正。中を働けや。やべえ嘘。ケンコバ余計だな。ジュニアはロテルやんけ。ケンコバ企画壊しに来てるやろ。自分のネタやん。プロゴルファー猿の弟だろ。一升瓶抱えてるの。自分のマス。一気におかしくなった。フジモンだけガヤボケの癖が抜けてない。フジモン何歳のつもりやねん。伊集院のフォローが完璧すぎる。困惑。あんま新ネタないからなあいうの。情報だけで知ったつもりでいるから抱き式を得ろ。聞いたことある、とか言っちゃったら面白いな。鈴はいぶかしげな表情をずっとしてるな。もう無理だろこの企画を。鈴さんは絶対もう内心ドッキリ確信してるわ。そして続く昭和の嘘ネタ学校編は、高速違反を繰り返すと校舎から宙吊りの罰、ヤンキーの制服ズボンの長さは喧嘩の強さと比例、完全休みはなく日曜も授業、就職課を通してヤクザに就職できた、プールに消毒として焼酎一升を入れていた、と、浜田さんの学生時代ではギリギリありそうもないネタも入る中、話題は校舎からの宙吊りに、屋上から吊り下げられている生徒が写った当時の写真が写し出されると、死ぬやん、と絶句する Z 世代の面々。ケンコバさんの地元の、不良で有名な学校では、常時8人ぐらいぶら下げられていたと、自身のネタのような嘘を投下。さらにロープが足りない不良校は、干し柿状にロープ、生徒の順で吊るされていた、とフジモンさんがぶち込むと、ジュニアさん、ケンコバさんはもはや笑うしかできずまたもやおかしな空気に。さらに、軽い方だよと中尾さんが口を開くと、俺は校庭でドーベルマンに追われる罰にあったと告白し、たまらずフジモンさんは笑みを手で隠す始末。なぜ要件が出てくるかなど、ツッコミどころが満載でもあり、スタジオ、すれないともに大爆笑。容量の得ないトークで現場はどんどんおかしな緊張感に包まれます。雑こらやんけ。昭和コッパ。さすがに嘘すぎるやろ。処刑やんけ。メキシコやん。ハマタの学校ならやってそう。干し柿。ローブは足りるやろ。さすがに怪しんでるぞ。引いとるやん。これは男塾ですね。ま、紫はロタ。処刑やんけ。絶対死んだやつもおったやろ。中性かな。生徒が吊るされてるとかやるっけ。ナイトでしか見たことない。藤本とケンコバが適当すぎる。ドーベルマン。コッパ。中を攻めすぎてて草。中をたまに喋ったら余計なこと言い出してて草。ねじねじぶっ飛び。ただの気丸がい時代になってるやん。ドーベルマンぶちくそうける。アキラほんま最高。伊集院が席戻ってフォローしなくなったから地獄やな。次の話題はプールに消毒として焼酎一升を入れていた。今もプール開きとかの時やるでしょ。と伊集院さんから話を振ると、塩素です、と答える Z 世代の面々に、塩素？ととぼけるケンコバさん。強いアルコールかつ、生成してあるものより安く、メイさんのところであればたくさんものがあったため、と伊集院さんのフォローが入り、怪我した時はお父さんが焼酎を傷口に吹きかけられていた、とプールに関しては 100% 嘘ですが、こちらはなくもない話で、Z 世代はへえ、と納得している様子でした。続いて、ヤンキーの制服ズボンの長さは喧嘩の強さと比例では、うちの地域では時代劇の長場鎌くらいあったとケンコバさん。さらに強いやつは喧嘩の際に余ってる布をムチのように使ってた、と盛り上げようとフジモンさんがコメントすると、一瞬誰もフォローを入れず現場が凍りつきます。遅れて、巻きつけたりとか？と伊集院さんがコメントを入れるものの、この一瞬で心が折れたのか。はい。と音では見せない声量で答えを滑りしたフジモンさんに、スタジオ、すれないは大爆笑となっておりました。
塩素は草。清めるためにね。塩素わからんのはおかしいやろ。昭和こそ塩素やろ。令和ではバーベキューにアルコール入れるぞ。もうボロボロやんけ。移住員すごい。川島レベル。移住員投資詐欺で数百億稼げるだろ。移住員の説得力が異常なんよ。ドカベンの知らぬい。フジモンボケようとしてんのか。滑ってて草。いらんこと言った。盛るな盛るな。目つぶしとかぐらいにしとけや。はい。はい？下手か。はいじゃないが。フジモン黙れ。フジモンフォローしてやれよ。フジモン終わってて草。もう Z 世代の方が適当になってきたやん。見切り発車すぎるわ。移住員でも無理や。ここで一旦休憩に入り、昭和チームは別室で反省会に。ジュニアさん、ケンコバさんが親の世代ではとコメントする中、まるで自分が経験したかのように、あったあったと語っていたフジモンさんへ。ケンコバさんより、時代設定ちゃんとしてくださいよといつになくまっすぐな目で怒るケンコバさん。それちゃんとしましょうよ、と続けるものの。いやあとタツターゲやめて、とジュニアさんから突っ込まれ撃沈。話の荒が目立つ二人ですが、中尾さんへドーベルマンの苦情が全員から寄せられます。日本犬ならまだしも大金持ちしか買わない要件って、ドーベルマンに噛まれてギリギリ大丈夫はおかしい。と珍しく中尾さんがボロクソに叩かれる絵に、スタジオ、すれないは大爆笑となっておりました。さらに、不良のズボンのターンではなぜフォローしなかったと、伊集院さん以外を責め立てるフジモンさん。フォローを入れた、入れない問答などもあり、口論に熱が入る昭和チーム。こういった人の不幸が大好きな浜田さんは、今日一の高笑いをあげます。一方で、伊集院さんとジュニアさんのリアルを混ぜ込む話術はすごい、とケンコバさんが絶賛。しかし、伊集院さんも思うところがあるようで、フォローばかりで一切笑いが取れてない、すげえ度胸ない人みたいじゃん、とそんな役回りに不満が募る伊集院さん。後半はすげえ劣化なと宣言します。仲間割れしてて草。ガチのダメだし。普通の反省会。ケンコバ結構ガチの目で草。ここのターンが一番おもろいやんけ。ドーベルマンはないわ。中尾ボコボコ。ドーベルマンは池袋ウエストゲートパークの話だろ。80にしては頑張ってるよ。でも昭和といえばドーベルマンだぞ。フジモン下手くそすぎて草。大嘘ついてるから余計なことまで言っちゃうという。まず無知が無理あるねん。フォローじゃなくてお前がちゃんと回収せよ。浜田ウキウキで草。そうそうポンコツパネラーをフォローする伊集院の構図が面白い。伊集院相手を立てるのもうまいな。伊集院はもっと言える立場やわ。ラインの見極めがうまいな。伊集院が攻めたら終わりそう。楽屋おもろすぎやろ。反省会のおカットでやれ。一方、ここまでの嘘エピソードを Z 世代はどう思っているのか、隠しカメラで確認すると、全部知らない、わけがわからなくて頭が痛いと不信感を持つものの、ランドセルのトークになり、Z 世代でも3歳差で色が赤黒からカラフルになるなどのギャップがあるため、何十年あるとそりゃ変化はありますよね、と純粋に受け入れようとする姿勢も垣間見れました。そして昭和チームに戻ると、次のプレゼンターがフジモンさんであることに不安がある面々、わかるわー、懐かしいわーだけでなく時代設定をしっかり持ち、昭和を大きく使ってくださいとジュニアさんからアドバイスが入ると、出たそれなんやねんとツッコミ仕事へ向かおうと席を立ちますが、ジュニアさんからスタッフに、給仕のナイキは遊びすぎとクレームを入れ大爆笑。するとまたもやケンコバさんが、あの時もフジモンさんが言うてた、ナイキナイキって時代設定間違えてたとちゃちゃを入れ、ナイキはないかもしれんけどチキンタツタは絶対ないからなと再度仲間割れをし現場に向かいます。ここで一旦スタジオに戻り、伊集院いなかったら終わってたよねとつぶやく松本さん。伊集院さんはギャラ3倍出すべきだが、中尾さんはゼロでもいいとコメントしスタジオは大爆笑。中尾さんのドーベルマンは本当にひどいと盛り上がる中、テレビでもあるから小ボケも必要だが、中尾さんのそれはボケですらないと突っ込み、笑いが途切れることなく次の部位へと進みます。黒い子よく考えてるな。理路整然と突っ込み。山の内無双。真面目か。Z 世代の男喋らなくて草。勝手に納得してて草ちょっとは疑うとこだろ。こっちはこっちで頭おかしいな。こいつ仕掛け人か。アホなのか賢いのか。もうゴレスメ早すぎ。あれはスタッフ遊びすぎだわ。フジモン責められてるな。仲間割れすんな。フジモンの時代交渉がバガバすぎんのよ。醜い争い。サンキュー松本。ドーベルマン中尾。中尾はドッキリじゃなくて単純にボケてるのかと思われてる。中尾は昭和の初期だからぶっ飛んでないといけないしな。わかる、ドーベルマンも致し方なしだと思う。昭和嘘エピソード検証、最後の法律編ブロックを担当するのはフジモンさん。とんでも昭和エピソード法律編、大きな建造物を建てる際には生贄が捧げられていた、とテロップが流れると口をすぼめて不安がるフジモトさん。二
日本では古代より大仏や城などの建造物を建てる際には、工事の安全と安寧を祈願し生贄を捧げるのが通例だったが、高度経済成長期に突入すると次々に巨大建造物が建てられ、多い都市では生贄が年間5000人を突破、その結果生贄不足で工事が滞るというエピソードに、生贄不足でとワイプで爆笑する浜田さん。さらに国際社会から強い批判を浴び、1957年、生贄禁止法が制定され一切の生贄が禁止。しかし当時のインタビューでは、生贄がなかったせいで高速道路が崩壊し、もっと多くの命が失われたらどうするんだ。さらに代々生贄を家業としている奥様は、この先の生活に不安の声が上がるなど反対の声も多かった。とモリモリの嘘エピソードを並べますが、内容が恐怖よりでもあり、山の内さんも衝撃を受けておりました。人柱か。生贄は草。そんなわけないやん。これは無理やわ。どっかのダムやっけ。生贄禁止法。これは無理がある。これはちょっとやりすぎ、バレる。毎年5000人人柱。生贄火葉。火葉にすんな。やべえやや。クソワロタ。必殺生贄火葉。生贄火葉一本で草。GHQ、占領したけど生贄はしゃあないな。生贄で家族に何千万円、国からもらえる。一本でやってたら家計途絶えるやろ。戦前のジャップならやりかねんからな。6、70年までやっていたのかと山内さんが問うと、ただその少し前ぐらいからなくしてはいた、とナイスフォローをケンコバさんが入れ。続いて、人形や動物に変えることは徐々にしていたが、事故が起きた時になぜ人でやらなかったのか、とクレームを入れる人もいた、と伊集院さんの完璧なフォローが入り、なるほどとショックを受ける山内さん。ジュニアさんの祖父母は猿を入れていたと話しますが、それも本当に猿だったかどうかわかんないよね、と伊集院さんが乗っかり、中には生贄が工事中に事故で亡くなった人数に数えられていたのかもしれないと続けると、VTR のシリアスさもあってかここは内容を疑わず、Z 世代の面々は恐怖ながらに受け入れておりました。怖がってるだろ。鈴ドン引き。世にも奇妙な物語の世界やん。東京タワー南口には墓地あるね。低祖ってあれ霊視野で言うたら信じそう。伊集院来たー。伊集院のフォロー。伊集院の話のなんかのさせ方うまいな。滑らかに乗っかってきた。もう伊集院だけ喋れ。中世ジャップランド怖い。ホラーやめーや。伊集院怖いよ。ショック受けてはるやん。疑う方向に行ったら怖いもんな。そして続く法律編のエピソードは、万引き恐喝などの軽犯罪は日をまたぐと時効、内閣総理大臣を動き続けると将軍になれた。飲酒運転は隣の客はよく書き食う客だと言えればセーフ。戦争帰りの人は帰国後もそのまま銃を携帯できた。基本職で20年勤めると医者や弁護士などの上級職に転職できた。とありそうなものから、ネタに振り切ったものまで様々。まず、万引き恐喝などの軽犯罪は日をまたぐと時効に思わず、早、と突っ込む山内さん。深夜0時までに逃げ切れば罪を問われない。だから23時はすごい危険な時間帯だった。と嘘を並べた後に、セブンイレブンが朝7時から夜11時までだったのはそういう理由。とリアルなエピソードもうまく織り交ぜ、そういうこと？鳥肌、と Z 世代を信じ込ませます。さらに、内閣総理大臣を動き続けると将軍になれたについて、山内さんから問われると、中尾さんが、将軍だとさ女性をいっぱいはべらせるんだよと話し始めると、スタジオ、すれないともに来た後もはやカメラに中尾さんが抜かれるだけで爆笑が起こるほどに、内容もなんだかおかしいこともあり、すかさず絶対権力者みたいな、と伊集院さんがフォロー。5期目が近づくと、さすがにあそこに最高権力を握らせるのはバランス悪いだろうという力が働き、実際になる人はおらず廃止になった、とそれらしい政治トークを織り交ぜ、納得の Z 世代。将軍草。安倍晋三将軍。ありえない都市伝説みたいになってる。一番下ゲームのジョブチェンジかよ。もう昭和関係なくて草。時効発射。逃走中かよ。万引きし放題だったな。直前にやれば最高や。ザブングルの世界みたいやな。セブンイレブン。これはファインプレイ。おおなんかそれっぽい。それで23時に閉めるのちょっと本当っぽくて草。逆転裁判の世界観みたいやな。中尾来たー。なんやそれ。アキラやめとけ。中尾が謎に飛ばしてるの草。安倍幕府もう少しやったのに。そして、基本職で20年勤めると医者や弁護士などの上級職に転職できたでは、ドラクエの転職システムのように、医者になるには手先が器用でないといけないため大工になって修行する、と説明するフジモンさん。あと手先が器用な職業としてマジシャンとかね、とまたもや余計なコメントにスタジオは大爆笑。現場は話題を変えようと、体育教師からプロレスラーとかは結構いたと、
フォローを入れるケンコバさんですが、プロレスラーが上級職とはいかがなものかとテロップで突っ込まれてしまいます。そしてジュニアさんより続いての無茶苦茶な昭和エピソードとして、加えタバコでオペしてる写真があってと話題を切り出すと、フジモンさんがそれはありましたね本当にと、他は全て嘘前提のリアクションを犯してしまい、水曜日スタッフにこれでもかとテロップでいじられる始末。地方ドラクエさん認知度が人生ゲーム以下。ジョブチェンジ。夢あるシステムやな。ダーマか。遊び人を続けると賢者に。基本から上級職ってファイアーエムブレムやん。マジシャン弱い。フジモンやばい。いい世界だな。大工より裁縫とかの方が現実味あるだろ。下下は手先が器用はあながち間違いではないな。ケンコバナイスフォロー。プロレスラーは上級職なのか。プロレスラーに失礼やんけ。レスラー批判でくさ。ケンコバめっちゃ笑ってるじゃん。フジモンええ加減にせえや。フジモンテンパってる。フジモンがポンコツすぎる。めちゃくちゃやフジモン。やってしまいましたな。助けて伊集院。さらに、肺が落ちたらどうするのかという山内さんの質問に、体内は水分があるから、チュンって言って消えてたらしいよ、というケンコバさんの言葉に震え上がる Z 世代。さらに、オペ中にライターを体内に置き忘れ塗ってしまう事件があった。麻酔が効いてることをいいことに、女子とトランプで遊びながら手術をしていた、とまたもやおかしな嘘が出てきてしまったので、例によって火消しの登場。伊集院さんが、上級職に対してのおごりがあった、どの職業も平等という意識がないから暴走してる人がいたのかも、とまたしても Z 世代を解き伏せます。加えタバコ。これはあかん。ブラックジャックとか普通にタバコ吸ってたからな。外国でありそう。武田くんやりかねんわ。ケンコバもダメだな。ありえない。どんどん荒くなってきた。まあありそうではある。サンキュー伊集院。昭和の火消し男。スーパークローザー伊集院。キャラ3倍男。設定の深掘りがすごい。そして最後にこの収録の感想を Z 世代の面々からもらい、偽番組の収録は終了。その後昭和チームは反省会、フジモンさんの今日一のミスの本間にあったの言葉に、下手やな、とジュニアさんがダメ出しをします。山内さんが曇りなき眼でずっと見つめてくるのが笑いそうになって出たのがこの言葉だったと、必死に言い訳を並べるフジモンさん。続けてジュニアさんが物理的に考えて一番ひどいのは、星書きとダメだし、荒れてる高校にはロープがないてなんやねんと突っ込み、またもや言い合いが白熱。続いて、でも伊集院さんはマジで詐欺師なれますね。俺も怖なりましたと伊集院さんへの評価が変わったと話し出すと、言わないで、俺本物のこういう番組に出るからね、と必死に番組を成立した立役者にもかかわらず、一番損をしているのではと嘆く伊集院さんに、スタジオ、すれないは大爆笑。そしてジュニアさんから、今回伊集院さんが1位でフジモンさんとケンコバさんが最下位と指を指すと、本間のベベは中尾さんやと思いますとケンコバさんが突っ込み、恥ずかしそうにうつむく中尾さんにすれないでは、可愛いとコメントで溢れておりました。楽屋喧嘩おもろすぎ。嘘つけないフジモン。星がきくさ。フジモンはメンタル弱めだしな。そらやべに泣かされるわフジモン。伊集院キャスティングした勝利や。伊集院有能すぎてこれから何も信用できんくなるやろ。伊集院の嘘を見分けるの難しい説。カルト宗教の教祖なれるよ。伊集院改めて評価やな。やっぱすごい。ドーベルマン定期。中尾反省。中尾もはや可愛い。楽しそう。いいチームやと思う。そしてここで Z 世代チームにネタバラシ。ジュニアさんが水曜日のダウンタウンですと告げると、と悲鳴が上がり、中尾さんから、知らなかったの？と的外れなコメントに、知らんでしょとフジモンさんが突っ込み、さらにスタジオは大爆笑。そして今回の、VTR、エピソードは全て嘘だと切り出すと、Z 世代の皆様としては生贄法が一番怖かったらしく、よかったと安心するリアクションが印象的でした。最終的には全面的に信じていた様子で、伊集院さんがガチっぽく話すから、と山内さんはコメントしつつも、何ですかドーベルマンに追いかけられるって、と痛烈なダメ出しを入れる山内さんと盛り上がる昭和チームでしたが、あと宙吊りの星書きも結構厳しいですよ、と切れ味抜群のツッコミが入り、先ほどまで一緒に中尾さんをディスっていたフジモンさんが急に黙り、大爆笑。ということで、ドーベルマンと星書きはさすがに厳しかった。と見事にフジモンさんの星書きを再現したコラ画像とともに検証結果を伝え、終了となりました。
VTR 終了後、松本さんは伊集院さんが今後信用されない可能性があることを嘆きながらも、嘘っぽく見えてしまうからダウンタウンと Z 世代の企画では外そうかと思ってる、とコメント。するとケンコバさんがその席には中尾さんを呼んでくださいとコメントし、松本さんは苦笑いしうまく番組は締まりました。信じてたんや。ちょっと騙せててくさ。ちょいちょいほんま混じってたやん。絵はほんとやぞ。Z 世代ええやつやな。やっぱりドーベルマン。照れる中尾。こっちからも言われててくさ。スズ、ジュニアと同じこと言ってんじゃん、すげえ。先発ジュニア、中継ぎケンコバ、中継ぎフジモンかっこビハインド戦、抑え伊集院、控え中尾。やっぱ星垣。言われてる。山の内鈴賢いな。鈴ちゃんのツッコミすげえ。山の内鈴なんでテレビ呼ばれるんだろうと思ってたけど、頭の回転早いし小屋若者枠で重宝されるわな。鈴すげえ、広瀬派から山の内派になるわ。伊集院の評価が乱高下。伊集院が YouTuber やったら中田抜くやろな。またダウンタウン Z 世代やるんやな。一番仕事したのに仕事失っててくさ。いじられ中尾が面白いから OK。 伊集院が MVP 面白かった。罰ゲームでフジモンを星垣にしろ。ノーカット反省会みてぇな。録画しといてよかったわ。後でまた見よう。いやー神企画だった。伊集院もよかったが鈴もよかった。放送終了後、今回の MVP と言っても過言ではない伊集院さんと山内さん、お二人の頭の回転力、コメント力はすれがいでも話題となり、多くのネット記事で称賛。また、お二人も放送後ツイッターを更新すると多くのコメントが寄せられておりました。山内鈴さんは、昨日放送の水曜日のダウンタウン改めて見たけどやっぱり面白すぎる。初めての水ダウドッキリ、ドッキリでよかった本当に。とツイッターでコメントし、ファンの方からは、鈴ちゃんの鋭いコメントに感心しました。見てるこっちは爆笑でしたよ。何も知らされずにあの内容&衝撃映像、本当にお疲れ様でした。面白かったです。山内さんのリアクション、的確なツッコミがあの企画の面白さを引き立てていたと思いました。めちゃくちゃ笑いました。という高評価コメントが多数寄せられておりました。一方伊集院さんは、評価はされるものの、詐欺師になれると不名誉な形で番組内でいじられており、ファンの方からも損してないかと声が上がる中、何の損もしてないよ、面白かったと言ってもらえやー、とツイッターを更新すると、伊集院さんが説明すると話に奥行きが出て真実味があり感心しまくりでした。さすがです。番組は全員野球的なことを前から言っていた伊集院さんの本領発揮でしたね。めちゃくちゃ笑いました。最近のバラエティで一番面白かったです。最高でした。生贄の話は、上方落語の風の神送りに通ずるような、素晴らしい展開でした。民族学を学んだ者としても、あの説明は実に素晴らしかったです。と中には文学的なコメントをされているファンの方も多くおり、私自身も伊集院さんの魅力に気づかされた1時間でした。以上、昭和は無茶苦茶だった系の映像全部嘘でも Z 世代は気づかない、当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。初見の VTR に合わせてありえないエピソードを次々と生み出していく、昭和チームの皆さんの頭の回転の速さには、本当に感心してしまいました。そんな中で苦し紛れに出てくる、無茶苦茶なエピソードにはお腹を抱えて笑ってしまいました。2014年に放送された、PL 学園野球部この世の地獄説、のように一部の人しか知らないルールなど他のジャンルでのエピソードでもできそうなので、ぜひ第2弾を企画してくれることを密かに期待しています。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。